こんにちは。ダイハツショップ下中自動車の秋です。どうぞよろしくお願いいたします。今回いよいよ、機体の新型タフトが6月に発売予定となっております。そして名前はタントではありませんので、お間違いなく。でも、コロナウイルスの影響で延期にならないことを本当に祈ります。ハスラーに対抗するダイハツの新型軽クロスオーバー車、新型タフト。我々ダイハツの販売側からしたら、鈴木のジムニーとハスラーに対抗する車種がほぼなかったので本当に楽しみな車です。そして今回はいい意味でダイハツらしからの挑戦も様々な部分でしてくれておりますし、当然ダイハツらしい細やかな心遣いの装備も充実していると思いますので、順番に今言えるところからお伝えしていきたいと思います。さて、そのタフトなんですが、恥ずかしながら私もあまり知りませんでしたが、もともと1974年から1984年までダイハツ工業で発売されていた車の名前で、軽規格より若干小さいボディサイズにラダーフレームと四輪リーフリッジドアクスルのサスペンションのシャーシを備えた、難しい言葉が並びますけれども、つまり本格的四輪駆動車であったそうです。トヨタ自動車ではブリザードの名前で販売されており、1984年にフルモデルチェンジされ、車名もラガーに変更されたそうです。欧州はロッキーへと変更したそうで、今のロッキーのルーツでもある車種だったみたいですね。車名の由来は、初代がタフ&オールマイティー4ホイールツーリングビークル、粘り強くあらゆる用途に使用できる四輪駆動車の意味の頭文字を取ったもので、2代目はタフ&オールマイティファンツールの頭文字を取って、力強く日常からレジャーまであらゆる用途に楽しく使える道具という意味合いに変わっているようです。まず公表されている新型タフトのボディサイズはご覧の通りの標準的な軽自動車のサイズということですけれども、タフトの最低地上高は 190mm、 ハスラーが 180mm、 タイヤサイズはタフトが 16565R15 に対し、ハスラーが 16560R15。 なんとロッキーに続くダイハツの新技術 TNGA の第3弾として発売される予定で、 TNGA に基づいた新プラットフォームを活用して、剛性の高いシャーシでタントで実証された操縦安定性、乗り心地、静粛性等を引き継いでくれていると思います。そしてタントより車高も低いので、タントでの走りよりさらに安定感が増すのは当然でしょうね。おそらくラインナップされる 4WD もアクロでの走破性もかなりのものになると思われます。そのエンジンも同様にタントを引き継いで改良されており、 658cc の直列3気筒 DOHC でノーマルで52馬力、ターボで64馬力、パワー燃費、低排出ガス、静粛性、全てを高次元で実現した KF エンジン、日本初の複数回転化マルチスパーク採用や燃料噴射方法の改良、スワール噴霧により燃焼効果を高めており、ノーマルエンジンでもかなりの走りを実現。組み合わされるトランスミッションも新機構で、世界初のスプリットギアを採用した DCVT、 ベルトに加え、より伝達効率の高いギアを組み込むことで燃費、加速感、静粛性を向上しており、気持ちのいいスムーズな加速、一旦停止からの発進、上り坂の発進時も出遅れにくく安心して運転ができそうです。タントよりまず車両重量が軽くなるはずなので、凄まじくいい走りを見せてくれるものだと勝手に大きな期待を持ってしまいますが、現車が届き次第早速体感したいと思っております。そしてタフトのイメージとしては、レジャーで遊べる、日常で使える、丈夫で軽く出かけるときに動きやすいバックパック、分かりやすくはリュックサックで、それを背負う人の姿をイメージしてアクティブに活動できる軽快さと荷物をたくさん運べる機能を両立させております。前席のクルースペースは乗る人の気分を上げるため、フレキシブルスペースの後席は自在に使いこなすための工夫でいっぱいです。写真のように自然を駆け巡る軽快な雰囲気が思い描けます。また横からの断面図から見て取れるのは、タントと同じシャーシなので前席で足元をゆったりスペースを取っても、後席部の足元も十分スペースは残ると思いますので、後席に乗車しても広々と乗れるし、荷物を積む場合にも見た目以上の収納スペースを確保できそうですね。また写真では分かりませんが、前席の隣との空間もタント同様にゆったり使えそうで、肘同士が当たることもないのではとは思われます。その室内空間ですが、バックパックスタイルということなので、前席やクルースペースという乗車空間で乗る人の気分を上げるための工夫がたくさんあり、
後席はフレキシブルスペースということで、一室空間として様々に自在な使い方をすることができる工夫がいっぱいで、リアシートとしても十分広々使えるということですね。写真で見て取れるのは、前席と後席のドアの内張りも違っており、後席の収納性にも配慮しているようですね。その前席なのですが、まずダイハツの軽自動車では初の全グレード設定のスカイフィールトップが搭載されており、昼間でも夜間でも開放的に乗る人の気分を上げてくれるのと、気分を高めるデザインと操作しやすいインパネ周りのレイアウトで、使い勝手のいい操作性と収納性、そして乗る人を安定させる運転席、助手席を用意してくれているようです。タフト独自の開放感を生み出しているガラスルーフ、スカイフィールトップ、紫外線や赤外線を減らすスーパー UV&IR カット機能もあり、開放感だけでなく強い日差しからも乗車する人を守ってくれて、また開閉できるシェードもついていて、いつでも快適なドライブを楽しめます。ナビやモニターも大きな画面で対応してくれてそうで、操作性も高そうですね。ちなみに UV は紫外線、 IR は赤外線のことです。運転席、助手席の座席ですが、アクロでも体がふらつかずに固定させてくれる仕様になりそうですね。長距離運転でも体への負担は少なそうです。長距離運転といえば、現在タントでもオプション設定されている全車速追従機能付き ACC、アダプティブクルーズコントロールや LKC、レーンキープコントロールもオプション設定されてくると思いますので、高速道路の運転がとても楽になってきますね。細かい収納スペースもダイハツは手を抜きません。エアコンの吹き出し口にある大型のカップホルダーはウェイクでも設定されており、底も深くてペットボトルなども安定して入り、夏場でもエアコンの冷たい風が飲み物を冷やしてくれます。また助手席前にある大型のインパネトレイも、実用性の高いティッシュボックスもすっぽり入るようで、細かいところですが居住性を高めてくれています。外観のイメージは2パターンの写真ですが、グレードの違いで外観が変わるわけではなく、オプション設定でフロントの押し出し感の強いメッキが装着できるみたいです。安全装備でもダイハツ予防安全機能のスマートアシストはまず搭載しているはずで、ヘッドライトも明るい LED がついてそうですね。そして後席2室のフレキシブルスペースですが、自在にアレンジできて、さまざまなシーンで使えるラゲージとしてフルフラットで大きめの荷物や汚れにくい加工を施してくれており、ウェイクでも活用されている頑丈で汚れにくい材質とかを利用してくれており、ご家族のいろいろな笑顔を作るお手伝いをしてくれそうですね。リアシートはシートアレンジで大きなラゲージをさらに広げることができます。4名乗車はもちろん、3名乗車プラス長物、2名乗車プラス大きな荷物など、シーンに合わせて臨機応変な使い方が可能です。つまりリアシートは分割で動かせるので使い勝手が良さそうですね。座席にした場合も座面が厚く座り心地も良さそうです。フルフラットモードではかなりの荷物が詰めそうです。汚れたものでも拭き取りやすく、傷もつきにくく、ドアパネルも強化された素材のようなので、こちらも汚れも傷もつきにくそうですね。そして椅子を倒した状態での段差も少なそうで、重い荷物の積み下ろしもスレスが少なそうです。倒した状態での隙間も少なそうなので、細かいところまで考えてくれてますね。その後ろのフレキシブルボードを下げれば、下段モードということで大きなスーツケースが2個も載っていますね。結構な容量がありそうなので、たくさん収納ができそうですね。そして底面には汚れを拭き取りやすいフレキシブルボードがあるので、積む荷物の形状によって使い分けができそうです。きっちり詰めたら乗っていても振動も少ないのでいいですよね。次は高さのあるものを積む場合に、フレキシブルボードを立てかけて立てかけモードとしても使えます。立てかけたフレキシブルボードは2箇所でフックとしても使えるところがあって、ショッピングバッグもかけれます。ゴルフバッグとかも縦に詰めれたら嬉しいですが、それは現車が来たら確かめたいと思います。カラーバリエーションは9種類、レイクブルーメタリック、フォレストカーキメタリック、サンドベージュメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、スプラッシュブルーメタリック、ブラックマイカメタリック、シャイニングホワイトパール、メーカーオプション、コンパーノレッド、メーカーオプション、
プライトシルバーメタリック。では個人的なまとめとして新型タフトのセールスポイントですが、1、ダイハツで第3弾の DNGA 採用車両、2、タントより軽いため驚きの走行性能が期待できそうで、ハスラーを上回る最低地上高でアクロの走破性も高そう、3、スカイフィールトップは全グレード標準装備、4、荷室部は機能的で汚れにも強く様々な活用ができそう、5、オプションでさらに強調した個性を演出できそう、6、予防機能のスマートアシストや全車速追従機能付き ACC、LKC が安心の運転を実現してくれそう。そして新型タフト先行予約キャンペーン開催中です。新型タフトをご予約の上、6月21日までにご制約いただいたお客様に次の4コースから漏れなく1つプレゼントいたします。 A コースタフトオリジナルカタログギフトカード型、 B コースワイヤレス Bluetooth スピーカー、 C コース電動カフェケトル、 D コースハンディコーヒーメーカー。タフトの先行ご予約キャンペーンはご予約期間5月31日までで、ご制約期間は6月21日までとなります。最後までご視聴ありがとうございました。これからも有意義な内容を頑張りますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。